お疲れ様んさ。推定血管年齢88歳のチャカポコ88です。今日のテーマなんですけど、断られるのが怖いから告白できないあなたへのアドバイスです。どうぞ。今日はですね、断られるのが怖くて好きな人に告白できない人へのアドバイスということでお話ししたいと思いますけど、これ実は若い頃の私のことなんですよね。もうとにかく恥ずかしがり屋っていうことじゃないと思うんですけど、なんだろうね、自意識過剰というか、とにかく断られるのが嫌で、好きな人に告白もできない、好きな人を食事に誘うこともできない、そんな少年でしたね私。意外とね、そんな人多いんじゃないかと思うんですけど、今日はそういう人たちにね、アドバイスということでお話ししたいと思いますけど、まあね、これはね、人と親しくなっていく中では避けて通れないとこではありますよね。好きだったらいつかね、必ず好きって言わなきゃいけないわけで、そこから逃げてるといつまでもね、相手に伝わらないですよね、自分の思いが。だけど断られるのが怖くて言えない人ってね、私は意外と多いんじゃないかなと思いますね。でですね、断られるのがその嫌いな人っていうのはどういうふうにするかっていうと、結局何もせずにですね、自分をその安全圏に置いて、要は自分をその断られるという危険からね、守るために何もせずにじっとしているということなんですよね。で、アメリカの調査の結果がありまして、高校生の時にデートをしたことがある男とデートを全くしたことがない男と、これがね28歳の時点でどうなってるかというような調査をしたところ、明らかにデートをしたことがある男の方が、経済面においてもね、その、異性との関係においても、とにかく幸せになってるっていうのが明らかに出たそうです。これは何を言いたいかというと、要は高校生の時にですね、断られるかもしれないという危険を乗り越えて告白している男の方が将来幸せになるということなんですよね。そこでビビって何もしないで、自分を安全圏に置いている人間というのはやっぱりその将来ね、危険を乗り越えた男よりも幸せにはなってないという結果が出ているみたいですね。どうしてですね、他人から断られるのが怖いかということなんですけど、それはね、自分が確立されてないからなんです。自分に自信がないので怖いんですね。なんか他人から断られると全否定されてるような気になるんですね、自分という存在が。だからこちらから行動せずにずっと守りに入ると、何もせずに殻にこもって。でもね、こんな男はね、
この男はあの向こうから来る女性に対してはすぐ、うん、分かった付き合いましょうってあのなるんですよ。で何が起こるかというと騙されることになりますね。こういうあの男を騙そうとする女にとってはそういうその恥ずかしがり屋の男格好のカモですから、これ本当ですよ。もうね、そこは気をつけてくださいね。で、まず結論何が言いたいかというと、まあ断られるのはねもうしょうがないですよ。通過儀礼なんですこれ。慣れてください。どんどん断られていいと思います。数打ってください。いますよね世の中にね。懲りずにどんどん女の子に声かける男っていうのはね、私は羨ましいなと思うんですけど、まあそんな風になるとは言いませんが、結局何もせずに行動せずに自分の殻にこもっていても危険は生じませんが、それ前に進むこともないわけですよね。だから一番いいのはね、本当自分に自信をつけることが一番そこを打破することになると思うんですけど、まあね世の中っていうのはうまくいかないですから断られます。半分は断られます、だからなんていうのかな、断られるのを怖がらずにどんどん積極的にね女性に声かけて、あなたの声かけるのを待っている女性もいると思いますよ。そう信じて行動に移すことが大事じゃないでしょうかね。それによって日本の少子化に歯止めがかかればいいなと思いますね。まあアドバイスになったかどうか分かりませんが、私の若い頃のね反省を踏まえて、まあね今日は断られるのが怖いと思っている告白できない人に対するメッセージでした。それじゃあ今日の一言、やっぱりね男はね行動あるのみです。それじゃあいってらっしゃい。